キンザウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、町村で、ライヒリング行政共同体を構成する、自治体の一つである。キンザウキンザウは、ランツベルクアムレヒ軍の南縁、レヒ川とロマンティック街道との間に位置する。町内の平地は、レヒ川の断球場に位置しており、良い眺望が得られる。この町は、 金沢地区一地区からなる。金沢は1323年にアムトレンツベルクのピーセンベルク荘園の一部として、クーニーがその名で初めて記録されている。ゼーフェルトや断絶後、1420年頃に金沢はフライベルク家の所領となり、1445年にショーンガウの病院に売却された。1972年まで金沢はショーンガウ軍に属した。 1978年以降、ライヒリング行政共同体の一員となり、ランツベルク・アムレヒ軍に属すこととなった。1445年頃の男性人口は160人であった。現在の人口は1000人をわずかに超える。18世紀の初めに、トーマス・ナッターによって建設された聖マテウス教区教会をこれに付属する、司祭館は見応えがある。金木材加工会社が、 木材運搬用に付設したバイエルン発のアプト式鉄道の道床が一部残っている。城は北ハフの両側にギボシ型の屋根をいただく炭塔を備えた付属建造物で有名である。学校には樹齢110年を超える母大樹がある。幹回りは5.6メートルを超える。ありがとうございます。